っぱりこの辺りの外壁をバックに写真をインスタを撮るのが早くてみたいですね。はい、今、シンガポールで話題の、通りですね、人気の通り8レーン来ました。イエーイ。何があるのか正直言ってわからないんですけども、今話題だということでとりあえず来てみましたんで、その様子をねお伝えしていきたいと思います。外壁をバックに写真をインスタを撮るのが早くてみたいですね。はいはいはい、おしゃれですね。すごい。こういう感じか。ハジレーンは僕もシンガポールに何度も来たことありますけど初めて来ましたね。ハジレーン、コットンブティック。現地のテレビ局の方ですかね。おしゃれな感じの可愛い系ですね。吸い込まれていってる女の子たちが、あ、これ新しいお店なんだな。あ、マーケットデリクロシール、クロシール。アイスクリーム屋さん？クロシールっていうとなんかね、ホールセーラーっていうかね、問屋的なイメージありますけれども。なんだ、アラブ系のスイーツ屋さんか。やっぱりちょっとなんかこう狭い通りではあるんですけれども、写真映えがするようなところがいっぱいありますね。これハニービー、あ、これなんか見たな、美味しそうだよね。だいぶここで食べたい気もしますけど、俺、あ、僕と言ったらオレオですからね。ちょっと価格帯が高めですね。1000円近くしますね。あ、蜂蜜の巣まで ついてる。オリジナルハニーコンボ。美味しそうではないな、マジで。ちょっとね、今日はね、あ、着ぐるみが外にいる。中に人が入ってない。今日はちょっと食べたいところが他にあって、はい。いやー、今のところも食べたいな。お、世界中今やどこに行ってもある。あ、別にコリアンショップってわけじゃないんだ。あ、タイル屋さんね、タイル屋さん。
どこだったかな、この辺じゃなかったかな。ここに来たんだよな。チェンドル、チャンドル、チェンドルでしょうね、発音で言うのは。チェンドル。の、チェンドルのレッドビーンのとこね。はい、あ、チェンドル、チェンドル、あ、レッド、ウィズレッドビーン、ウィズレッドビーン、レッドビーン、レッドビーン、いや、撮ったと思ったら、ボタン押せてなかった。はい、はい。ね、こう、長々と感想を語ってたんですけど、まさか、回ってないっていう事態が起きまして、今撮り直しております。ただ、飲み物、これ自体はね、チェンドル自体はね、食べ進んでおります。感想的には、思ってるでしょっぱい。うん。僕も、他の YouTuber さんの動画を見て、ここにたどり着いたんですけど、まあ、しょっぱいって言ったんですよ。ただ、イメージよりもしょっぱい。最初、よくかき混ぜないで、こう刺して飲んだら、すごい甘いなと思ったら、そこの部分に小豆のね、ところが溜まってたら、そこのところだけちょっと飲んでしまったんですよね。なので、皆さんでね、これを飲むと注意点としては、最初、飲む前に必ずかき混ぜること。うん、そしてからだと、もうちょっと甘くない、甘いのかもしれない。しょっぱくないかもしれない。ただ、今現状で言うと、想像よりも 2.5 倍くらいしょっぱい。はい。アラブストリートに、シンガポールのアラブストリートにアラビカコーヒーがある。なんかちょっと不思議な気分。すごい。こういったところまで進出してると思う。すごいな。アラビカコーヒー。I love you so much. みんなやっぱここの壁画で撮ってんだな、写真。すごいな。
僕たちはオンラインサロンをやっています。イエーイ、オンラインサロンは各種割引サービス、インドネシア語勉強会、オンライン交流会、ネットでは見つけられない経験に基づいた不動産や法律の知識、物件情報の深掘りなど、お互いに情報交換できる仲間と出会えます。詳細は概要欄のリンクから。皆さんよろしくお願いします。